月曜日テストだって。頑張ってください。イクラは好きです。トラさん見るなら、いや、トラさん見るなら1から見た方がいいですか。いや、全然そんなことないと思いますよ。眉毛細くなりましたか。いや、全く変わってないと思います。いや、でも顔つき変わってるで。マジ、うん、画面映り変わってるで。私も E-Girls 大好きです。お、E-Girls やっぱかっこいいですね。受験終わってる。練習きつい。練習はまあきついですね、うん、でも楽しい。敬語やね。髪違う色にする予定ありますか。特に甘えたい派、甘えられたい派。甘えたい派ですね。甘えられるのちょっとあんまり好きじゃないですね。次天心くんと会う予定ありますか。いや、ないですね今のところ。でもあの、またお会いできたら嬉しいです。この前試合で優勝してからおめでとうって言ってください。おめでとうございます。何歳ですか。19歳です。ファンに一言お願いします。いや、本当にいつもありがとうございます。これどうやって変えるの。質問が、質問みたいな、下に下がっていくしかないんかな。次の入場曲も変えるつもりはないです。このフォローしましたっていうのが多すぎて、あのコメントはちょっと読めないです。よいしょと。てかタクちゃんは映れない感じかな。お疲れ様です。機会があれば一緒に練習お願いします。いや、こちらこそお願いします。試合前にあの DM いただいてすごい心強かったです。ありがとうございます。できたよ。多分もう切り終わってるって。フォロワーの増え方えぐいです。いや、本当に自分でも結構驚いてます。海外の方とかもすごい多くて嬉しい。できたって、ありがとうございます。見てください。こうだね、大丈夫、ちょっと俺があげようか。ほら、うわ、すげえ、はい、鹿児島から持ってきました。タクちゃんです。皆さん、新鮮だ。タクちゃんのインスタフォローお願いします。タクちゃんのインスタってどういうあれでしたっけ。タク103。これって、これって入れれないの。いや、タク、うん、それで103。でも、もう適当、もう103、多分それで来るかな、うん、ありがとう、コウタ、みんなよろしく。皆さんよろしく。皆さん、ぜひフォローお願いします。 1.12 見てる。おお、もう1個食べてるやん。ちょっと食べ、食べてるやん。醤油、醤油、美味しそうなリンゴですね。リンゴじゃない、シゲワツさん。マグロです。マグロです。マグロ、リンゴじゃない、リンゴじゃない、やばいね、ま、美味しそうなリンゴですじゃん。リンゴですね。タクちゃんはスケボーの選手で、スケボーを今日ちょっとだけ教わってました。全くできないですけど。いやいや、上手でしたよ。いやいやいや、上手でした。マジで恥ずかしい。うまそう。うまいっす、絶対うまいっすね。あ、龍之介さんだ、お疲れ様です。あと質問ちょっと見てみようか。これって触らなあかんねんな。なんか更新したらいいねんけどな。レンって呼んでくれませんか。レンさん、テスト期間ならライブ、すいません、勉強頑張ってください。これ何、これ BTS って感じでも。 BTS って何、ジョークなのかな。あのアイドル、あ、全然違います。リアルに違うっていう歴なのか。殺されます、ファンの人に。神戸コレクション行きます。ありがとうございます。そうよ、神戸コレクションぜひ皆さん来てください。神戸でやるんで。なんかあとナイロンっていう雑誌にも載っけさせてもらったんで、
よかったらあのそれも3月28日に発売なんで購入してもらえたら嬉しいです。3月9日に卒業です。卒業おめでとうございます。好きなアニメありますか？好きなアニメあんまり見ないんですよ。歌何好きですか？愛の水中歌です。逃走中の収録楽しかったですか？いやめっちゃ楽しくて、なんかそのうわガチなんだっていうのがありましたね。本当にあんなガチで鬼ごっこなするんだっていう。ハンター最初どんな感じなんだろうと思ったんですけど、全く途中からもうめちゃくちゃ怖くて、その逃走中の帰りに家の近くに帰った時になんかサングラスつけてランニングしてる人がいて、なんかハンターかと思って逃げそうになりました。犬派猫派、犬大好きなんですよね。でも猫も可愛いな。好きなタイプは松坂慶子さんです。ディズニーランドデート、ディズニーランド確かに行きたいっすね最近。あ、まあでもこの前行ったわ。誕生日おめでとうございます。すげえ、めっちゃ見てる、めっちゃ見てるね、すごい。めっちゃ見てる？めっちゃ見てる、すごいね。すごい人数見てる。こんな見られるのもちょっと恥ずかしいな。言ったの？助けました。見れてる？言ったの？皆さん、たくちゃんのインスタお願いします。フォロー。スケボーめちゃくちゃうまいんで。いや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 、プロスケーターだよ。いや、コータのスケボーめっちゃうまかったけど。いや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 、初心者です。え、後で動画は、あ、動画は後で、たくちゃんのインスタで載せていいの？載っけてください。まあまあちょっとあの恥ずかしくないっていうのに、あの選んでね、選べる、後で選ぼう、うん、いっぱい動画撮ってるから、うんうんうん。生まれ変わるなら誰になりたいですか？うん、アペです。すごいね。結婚しませんか？結婚っていうか彼女がまだいないですね。他の SNS を始める予定ありますか？いや今のところまだちょっと SNS あんまり、そのインスタグは結構見たりするんですけど、他の YouTube とか、そもそも Twitter とか TikTok アプリ自体持ってないんで、ちょっとまずあんま YouTube とかもっと見ないと始めれないなっていう、なんで今のところはまだないです。赤 T どこのですか？ちょっと自分でもこれどこなのか分かんないですね。恵比寿よく行きますか？恵比寿たまに、あの恵比寿あのガーデンプレイスところは綺麗なんで、綺麗なとこ行くの好きなんで。結構トラさんのどういうところが好きですか？結構常に誰に対しても優しいところとか好きですね。ユイシ選手とまたコラボしてほしいです。いや自分もユイシ選手とまたコラボできたら嬉しいです。じゃああとちょっとで終わります。1日何時間練習してますか？日によるんですけど、だいたいいつも朝1時間半夜2時間半とかで、多い時だと昼にその練習の合間にまた1時間とか練習するって感じですね。練習は週6回です。明日がオフです。次はトリガー出るんですか？まああのトリガーでも何でもこうお話しいただける大会には積極的にチャレンジしていきたいなっていう感じです。彼女さんいますか？いないですね。年下何歳までいきますか？年下はちょっと分かんないですね。年上だったら年上の方が好きなんですよね。
朝倉未来さんとコラボするのは嫌ですか。いや全く嫌じゃないですね。なんなら朝倉選手すごい尊敬してるんで嬉しいですね、コラボできたら。でもまだ自分じゃちょっとコラボするの、自分からお願いするのはまだ早いかなっていう感じですね。一番好きな俳優さんは今は竹内涼真さんとか、あと反町さんとか好きですね。え、マジ？あ、そうなの？練習とかきつくて大変な時どう乗り越えてますか？なんだろう、なんだろうな、でもとにかく今日は頑張ろうみたいな感じで毎日目先のことだけを考えてやっちゃってますね。自分はあんまり先のこととか考えるの苦手なんで。アペちゃんの犬種はゴールデンドゥードルです。松坂慶子さんの好きなところは、いやめちゃくちゃ美人じゃないですか。松坂慶子さんはマジで自分の中で一番美人だと思います。食べよう。じゃあ終わりたいと思います。ごめんすいません、これを食べますよ。食べるんで、これを食べます。皆さん今日インスタライブ見てくれた人はタクちゃんのインスタどんだけ優しいね、フォローしてください。どんだけ優しいね、すごい。じゃあラスト1個すごい質問答えます。はい、なんだろう、コメントになんかあるかな。元気です。今答えた。うん、いやで質問の方がいいよね。いやマジ楽しみ。あ、お腹すいた。なんか見えないな。ファイオ、英語が読めないからちょっと質問がすいません読めないっす。日本語次見つけたらそれラスト答えて終わります。いいのあった？いや英語のさあれが英語いい？明日何するんですか？なんでこんなにハンサムなの？やめようぜやめようぜ、恥ずかしいから。あね、飯テロだよね、申し訳ない。だって11時でしょ、11時半だ。 LDH で一人仲いい人いますか？いや仲いいくしてもらってる人とかいないんですけど、エディさんとか3代目のジェイソルブラザーズとか E ガールズとかめちゃくちゃ大好きです。ということで今日は終わりだと思います。すごいな、終わり方が。じゃあ独特や。皆さんタクちゃんのインスタをフォローして今日は寝てください。おやすみなさーい。